9月3日、町田市立総合体育館で未就学児向けのダンス教室が行われました。このキッズヒップホップダンスは今年6月から始まったもので、毎週火曜日に行われています。インストラクターを務めるのはダンス指導歴20年の中藤さんです。中藤さんは町田市内を中心に幼児から大人まで様々な世代にダンスを教えています。この日は4人の子どもが参加して、準備体操の後音楽に合わせてダンスを練習しました。音かけます。子どもたちが飽きないようさまざまな声をかけながら1時間ほどレッスンが行われました。今年から始まって多分5年ぐらいはずっと継続をしてやる予定で、でみんな今年中さん年長さんなので、今後小学生のクラスもどんどん作って盛り上げていきたいなって思っています。このダンス教室で練習した成果は、8月に行われた体育館主催のイベントチャレンジマッスルで披露されたほか、今後もこの体育館主催のイベントで発表される予定です。